ていくときに、前も言ったけど、何でもできる状況でグッて寄せてんの。グッとかっていうのない。圧力グッてかけるんだけど、そこで何のでも対応できるように、で、チャンス。必ずそういうアプローチ。どこでもね、前でも真ん中でも、自陣でも、そういうアプローチすれば、大体ちょっとミスが出てくるんで、そこは逃さない。立ち上がり15番しっかりしましょう。ゲームまずしっかりこの試合集中しよう。この試合出し切ることが次につながると思う。で今日も弘前からたくさん来てくれてるから、一つになって戦いよう。よし、よし、いざ今日もチーム、サポーター、スタッフ全員一丸となって一茂さんつかみましょう。ゴーヤ3人1バモス、シェゴシュート。
してみたい。ワンタッチ落として、シュート飛んできますが、枠を外れます。今週の試合は最終節有利に自分たち迎えるためにも本当に落とせない一戦だったので、まあチーム全員でまあ絶対勝とうって話してたんで、今週は勝てて良かったです。ゴールシーンについてお願いします。1点目のゴールはタイガが左足で切り返した時に結構目があったんで、その時にファーに走り込んで決めようと思ったんで、結構タイガともうまくいったねっていう話してました。2点目に関してはこぼれ球が来てちょっと相手も寄ってきたんですけど、まあなんとか枠の中に飛ばそうと思って、でシュートって入ったので良かったです。最終節は、まあ、お客さんもたくさん入ってくれると信じているので、まあ、弘前市民一体となって女川を倒して自分たちが、優勝して地域 CL への切符をつかみたいです。最終節多くの皆さんにお越しいただきたいので、皆さんご協力よろしくお願いします。まず宮城まで、たくさんの方が、2週連続で応援に来てくださり、選手たちとしても絶対に負けられないっていう思いで臨んだ2戦、最終節を前にここでしっかり勝ち点6を取れたのはすごく大きいなっていうふうに思ってます。アサリからいいボールが来てたんで、前の試合もそうですけど、で1本目先週も今週も1本目両方外してたんで、どっかで決めたいなって思ってたところ、最後にまたアサリがいいボールくれたので、合わせるだけっていう形で決めれました。最終節で優勝が決まるっていう大一番なんで、たくさんの方に今シーズン支えていただいたので、そこをしっかり結果で恩返しできるように、選手で一同で頑張っていきますので、熱い応援よろしくお願いします。90分間集中力を切らさず、狙い通りの試合ができたと思います。良かったと思います。アウェー2連戦だったので、まずコンディションのところと、あと攻守の切り替えのところで頑張れば次が楽になるという話をしました。
か。グループポジション別練習で取り組んでもいますし、まあ、彼らは個人的にもコミュニケーションを取ってたので、そういう成果が出たんだと思ってます。もう全力尽くして、勝つことだけを考えて1週間準備したいと思います。当日我々の背中を押してくれるのはサポーターの皆さんですので、一人でも多くの声援を期待しております。よろしくお願いいたします。今日も応援ありがとうございました。最後ホームでみんなで掴み取りましょう。来週もよろしくお願いします。Stop! Stop.